ジェイデコンでーす。理系大学を受験する際に考えておいた方がいいこと、まあ、あるので話していこうと思います。まあ、何かっていうとですね、学部とか学科みたいなところを考えておくっていうのは受験生の皆さんしっかりやられると思うんですけれども、もうちょっと先のことも視野に入れておくと、まあ学生生活が実りあるものになるんじゃないかということですね。具体的にはですね、どこの研究室入ってこういう研究やりたいなとか、将来的にどういう風な会社に入ってこういう仕事したいなみたいな、まあざっくりとね、方向性くらいでいいんですけれども、そういうところを考えておくと、結構学生生活で得られるものって変わってくるのかなと思うんですね。本当ちょっとした意識づけ程度なんですけれども、そういった意識づけをやるやらないで結構ね、学生時代に身についてくる知識とかね、違うと思うんですよね。カクテルパーティー効果みたいなのと似てるのかなと思うんですけれども、なんかね、自分の好きなものとか、まあ、特に自分の名前とか呼ばれると雑踏の中でもみたいな感じで反応できるじゃないですか。それと同じような感じで、なんかね、無意識的にこの知識将来必要そうだなみたいなのを受け取る能力みたいなのって人間あると思うんですよ。だからさっき言ったような意識づけですね。将来こういう会社でこういう仕事したいとか、この研究室でまあ、こういう研究をやれたらいいなみたいなのを漠然とでも持っておくと、学生時代のね、まあ、つまんない講義とかでも、あれこれ意外と使えんじゃねみたいなことがあったりするので、やっておくといいんじゃないかなと思いますね。まあ、もちろんね、僕も大学受験の時とかそういうこと全く考えずにですね、ちょっとインターネットのノリに汚染されていて、なんか S ランク大学とかうんぬんとかあるじゃないですか。とか高校の時のですね、担任の先生にまあ期待されていたりでですね、ちょっといい大学行っちゃいないよみたいな感じで言われてたんで、とにかくなんか名の知れた大学に行きたいみたいなところがですね、第一目標になっちゃって、そこら辺をちょっと怠って全落ちしたみたいな感じの過去がありますんで、まあね、このチャンネルを見てくれてる、まあ、400数十名の中で10代の方が何割ぐらいいるのかよくわかんないんですけれども、私のようなね、ちょっと落ちぶれた人間を反面教師にして、まあ、いい未来を歩んでいってほしいという思いがたくさんありますから、ちょっと頑張っていってほしいですね。学生時代っていうか高校時代ね、なんか両親とか大人の人にこういうこと言われてもあんま響かないじゃないですか。だから難しいですよね。ありがたいことにですね、私の、まあ、お問い合わせメールみたいなのを公開してるんですけれども、まあ、高校生の受験生を抱える、まあ、親御さん方からも連絡結構いただいててですね、返答したりしてるんですけれども、やっぱお子さんの受験とかも心配ですよね。だし、結構余計なことをと子供は思うかもしれないんですけれども、やっぱ将来のことを思うと、僕が今ふわっと言ったようなこと、将来のことをしっかり考えておきなよみたいなことも、なんか子供に言いたくなる心理もなんとなくわかる気がするので、ちょっと難しいところですよね。まあ、できるだけね、子供に強制みたいな感じの印象を与えないように、ふわっと選択肢をこう与えておくというか、考え方を広げるヒントを出しておくぐらいがちょうどいいのかなと思いますけどね。まあ、特に理系の大学、特に私は理科大出身で、まあ、結構理系色が強い大学だったんで思うんですけれども、将来ね、どういう分野に行くかっていうのは、まあ、入学の段階ぐらいで決めておいた方がいいような気はしますね。工学部出身なんですけれども、私工学部機械工学科出身なんですけれども、機械と電気とかで全然違いますし、それこそ機電系と建築系っていうのもまた色がだいぶ違いますから、将来の道もって変わってきますよね。高校生の15から18歳ぐらいですかねの時に、そういった将来のね、22歳、24歳ぐらいから60代の仕事のことなんて考えろって結構酷なことかなとは思うんですけれども、まあそのあたりのね、まあ多分自分はこういう道なんじゃないかなっていう、まあ大雑把な道筋を頭の中に描いておくっていうのは、まあ受験生の時にやっておいて損はないっていう感じですね。損はないっていう感じなんじゃないかなと思いますね。
まあ寒くなってきてね。し、まあ湿度もね、最近僕部屋の湿度、相対湿度 20% とかですよ。もうたまったもんじゃないですよね。加湿器ちょっと買おうかなって思うんですけど、お金なさすぎて買えないんですよね。だからちょっと YouTube とかが、なんかこのチャンネルがビッグになって広告収益とかで賄わないとちょっと今後の将来危ういなっていう感じですよね。